おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールは貴公な蒲田店さんです。朝一は約100人ぐらいの並びの中、入場整理券は85番でした。本日の立ち回りなんですけれども、今までのこちらのホールさんでのメンバーの動画を見ていると、店内がほぼ前代リセットという状況が見えているので、朝一はまずリセット狙いからスタートし、その後ゾーン狙い天井狙いを中心に立ち回っていこうかなと思っております。本日もしっかり勝手に立ち回っていきますので、応援よろしくお願いいたします。おはようございます。お願いします。お願いします。時々がちょっと早いがやるんで、他様子見てみると分かんないですけど、今日も今までの傾向通り、前日制に近い状況だと思うんで、それをもとにちょっと集まっていこうと思います。それでは朝一は、戦国コレクション2をリセット狙いで、打っていきたいと思います。でその他は、しっかり打ちながら店内状況というのをしっかり把握して立ち回り方考えていきたいと思います。朝一は結構低下しの方に人多く流れたのと、あと20層の方では絆おきどきに人が集まったぐらいですかね。あとバラエティがちょこちょこって感じかな。で、いろんな機種、もうちょっと時間待ってリセット状況というのを把握をね、もっとしっかりしてもいいですけど、今までのね、他のメンバーの収録見てると傾向として、バラエティ含めほぼほぼ全体リセットっていう状況も見れてるんで、早く打ち切ってしまった方が、2代目3代目行きやすいんじゃないかなと思うので、割と早めに打ち出しております。16これで2つ目で、悪くはないですけどね。もう一度落ちてほしい。はい、ということで、124ゲーム124これエティと合わせて少しが4本、これで反発の可能性がぐっと減った。でちょうど僕がいるバラエティコーナーの芝で、AKB とか見えるんですけど、 AKB 見てても、リセットっぽい挙動してるんで、今日もバラエティ含めてリセットじゃないですかね。というわけで弱者スペから10ゲームということで8点。ダンスアップの目指し大丈夫でしょう。大丈夫だと思うんですけどね。とりあえず149枚。うわー、あかんかったか。そうかそうか。で終了画面は何もなしと
まあ30これで出ちゃえなんで当たるまで打ちます。とりあえず30これなんで B 以上かな。ゴザルニャンが右側1ゲーム101これ連続での当選です。ギリギリ持ちコインで当たりました。さあ何も引けずに勝って127枚終了画面キラーリー天国なしで、モード B 資産も、まあ、終了画面のキラーぐらいしか出てないんで、まあ、この台はここでやめて次の台打ちに行きたいと思います。はい、では次はスカイガールズゼロ再びの当日ノーボーナスゼロゲーム、まあ、この台リセットのゾーン狙いで打っていきたいと思います。まあ、本当はね、もう少し朝一ちょっとだけ回された台打った方がいいんですけど、まあ、なかなかね、そういう状況にはならないと思うんで、で、なおかつリセットだと、まあ、0から1を期待値はあるんで、0から140ぐらいまでですかね。要は100ゲームから166かなの、あの ART 突入率が優遇されてるんで、リセット時はそこを狙って行ってます。まあ、ダメならダメで、まあ、サクッとボーナス行けりゃラッキーなんでね。おお、3まで行った。はい、ということで156ゲーム2つ目からのボーナス当選。というわけでレギュラーボーナス今トッシが11本受けて 14% めっちゃラッキーですね、これは。というわけでレギュラーからのやる気
ゲームでスタート。で、ライジングポイントが2なんで、ちょっと振り分け負けした感じかな。スピーカーからビッグボーナス。ビッグボーナス。オッケー。やっぱこういうので出玉増やさんとどうにもこうにもなんでね。とりあえず完全告知で。私。おっと。というわけでボーナス終了で現在210枚。でボーナスでまずは10ゲームの乗せ。クワドラアタック。いやちょっと弱いな。まず弱さが90ゲーム。残り131ゲーム。結局ね、エアレティ中のモードを上げてフォアドラにいかに入れるから入れるかっていうからね。
かな。着地でからのボーナス当選。黄色同色設定差あったかな。だから設定差あるボーナスも一応引いてるんですけど、でも別に設定ぐらいしてないんで、ちょっとあんまり考えずにいます。17枚、で残り29ゲームでウルトロック。20ゲームということで残りが48ゲーム。1428枚。はい、ということで、今 ART 終了後、少し回して、ART のストックもなしで、内部状態ももう高額にはいってないと思うんで、この台やめて他の台を探しに行きたいと思います。今全体の様子をもう一度見てきたところなんですけども、稼働は少し上がってきたんですが、まだ空き台も結構ある状況で、で設定状況に関してはまだまだ見えない部分も多く、お客さんの月も、絆と置き時以外は結構バラバラっていう状況で、まだ設定状況分かんないんで、一旦無理せずにまだリセットのゾーン狙いだったり、天井狙いっていうのができそうなので、無理せずに、じっくり期待値ある台を探していこうかなと思います。大門ちゃま勝つの当日ノーボーナス255ゲームの台なんですけども、現在インロー箱ポイントが253ポイントなんで、まずはインロー箱の310ポイント狙いで打っていきたいと思います。ちょっともう一回たまるかな。272ゲームインロー箱ポイントでのミトルーレット、これで決まってくれたら話が早いけど弱いな。はい、そのまま反省会ステージ277ゲームから。は
ということで、インドバコポイントではノーヒット。まあ、キョーベル引いてる上にとりあえず今あと5ゲームで300ゲームとかいくんで、黙ってそこまでは打ちます。OK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 、323ゲーム、300ゲーム台でのパスゾーンです。まあ、店内状況見てれば大丈夫なんですけど、これでこのコムチャマもリセット魔法も濃厚なんで、まあ、折ったとしても天井が777に短縮されている状態という感じです。いやちょっと少ないな。はい、ということで330ゲーム、もう1個箱ポイント溜まってのみとルーレット。74ゲームで、もうすぐ天井ですけど、おそらく、投手11本なんで517枚かな。なんでちょいトントンか、本当に50枚100枚プラスぐらいということで、セットの天井到達です。さあどうしようかな。バイチャンスケ、まあ、お待ち調整できます。いきまーす。はい、戻せ。20ゲーム。はい、ということで今の40ゲームで、残り60ゲームでスタートです。ラスト。はい、ということで60ゲーム159枚でした。はい、ということでエンジン終了後1ゲームの状態で、まあ、インロー箱ポイントの多分残ってるポイントもそんなにないんで、この台ここでやめて他の台探しに行きたいと思います。今公文ちゃんもちょうど終わったところで周り見に行ってきたんですけども、まあ、現状すぐ打てる台がなしといった中で、まあ、この後何が打てるかは分かんないんですけども、現状の3枚が大体プラス150枚からあっても200枚ぐらいという中で、まあ、ちょっとワンミスで負けてしまう可能性も大いにあるんですけども、まあ、期待値ある台はしっかり拾って、まあ、積極的には打っていこうかと思います。はい、では次は大工の源さんの当日ボーナス後438ゲームの台を、まあ、この台も天井狙いで打っていきたいと思います。はい、ではやっていきます。現在ボーナスが438ゲーム、で5周決めです。でね、期待値は結構あるんですけど、ゲンさんも荒れる騎士なんで、他あれば他打ちたいという状況でもあるんですけど、まあ秋台の中にね、他の台で期待値ある台もなく、稼働がやっぱりね結構上がってきて、ここからもう何打ってるか分かんないんでね、こういう台も頑張っていきます。はい、さあこれで静岡ゾーン玉2個です。
て。1周期で始めました。だから5周期目のジャッジで当選。どうも、偶数揃い。今持ちコイン400枚ぐらいかな。というわけで、エティ当選。さあ、4次元虫からいいんでね、ここでなんとか、とりあえずレアーク引いて広角に乗ってあげるしかない。ボギーでっかいぞ、これは大喜利200のせい。よし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 。
7回目のバトルかな、勝利。よし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 、本日2回目のラスト 97%。 あ、100が出た。はい、ということで143点目は乗せ、今日ダッシュバトルが1個、残り481ゲーム。はい、50ゲーム。さあ、残りが500ゲームを超えました。30ゲーム。はい、ということで、1011ゲーム、トータル3117枚でした。上出来。はい、はい、ということで、終了後速の状態なんですけども、まあ、このまま少し回してもいいんですけども、まあ、ここでやめて一旦他の台を探しに行きたいと思います。今周りを見に行ってきたところなんですけども、まあ、現状今すぐ打てる台はなく、なおかつまあ時間が経ってかなり稼働も上がってきたところで、まあ、実戦時間が残りそんなにない中で、まあ、ここから、早々打てる台もなかなかないんじゃないかなと思うので、まあ、今日はキリのいいこのタイミングで実戦終了にしたいと思います。回収が3561枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、まあ、おそらく店内全台リセットじゃないかという傾向のもと、朝一のリセット狙いからスタートし、その後ゾーン狙い、天井狙いに徹して、まあ、1日立ち回っていったわけなんですが、まあ、安い期待値の台も、ありましたけれども、それでも、まあ、そこそこの台数をこなせた結果、まあ、出玉もしっかりついてきてくれたので、まあ、しっかり勝てたので良かったんじゃないかなと思います。本日の結果、投資517枚、回収が3561枚、サマイがプラスの3044枚という結果になりました。本日しっかり勝つことできましたので、まあ、次回もしっかり勝てるように立ち回っていきますので応援よろしくお願いいたします。俺たちは黒、私たちは白、私たちは青。